川島咲です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日からもう12月ということで、2023年も残すところあと一月となりました。今月は9日土曜日、札幌は白石にあります歌謡クラブありがとうさんでのライブ、そして22日金曜日は九州は佐賀県伊万里市の市内の中学校全校生徒を対象としたコンサート、この2本を務めさせていただきます。まあ、ライブとしましては2本ですが、それ以外このラジオ番組、そしてあちらの局の2時間生放送の番組がなんと5日火曜日から3時間にバージョンアップということで、ますます音楽の道が慌ただしくなってきているところです。今日この番組では先月11月22日に行われました札幌は定山渓ゆらく草庵さんでのコンサートのダイジェスト版をお届けしようと思います。30分少々に凝縮してみましたので、最後までお楽しみいただけたら嬉しいです。今年の1年間の総括についてはまた来週以降改めて少しずつ整理していこうと思っています。ということでいきます。今日もギター1本さらしに巻いて FM リベール高橋正樹とけっぱって、この番組は旭川エルム駅前歯科クリスタルの提供でお送りします。最後までガツンとファイトでよろしく。本日は定山渓ゆらく草庵にご来館くださいまして誠にありがとうございます。館内 BGM を制作担当させていただいています高橋正樹と申します。ありがとうございます。今日は短い時間ではありますが、ギター1本いろいろな曲歌をお楽しみください。最後までよろしくお願いいたします。1曲目、このロビーを中心として流れている雪遊びという曲からお届けします。
雪遊びという曲をお届けしました。定山渓湯楽草庵開業1周年おめでとうございます。今日は JTB 全館貸し切りプランということで、こんなにもたくさんの皆さんがお越しくださっているということ、本当に感謝しております。ありがとう。こちらこそありがとうございます。高橋正樹、僕はギター1本持って札幌市を拠点に町から町へと音楽ライブの旅を続けてきています。こうして貴重なご縁をいただいてステージが実現となっていること、改めて心から感謝しています。皆さんありがとうございます。1月22日、語呂合わせでいけばいい夫婦の日ということで、幸せな歌を一曲お届けしようと思います。先ほどお客様からリクエストをいただきました。中島みゆきさん、糸。定山渓湯楽草庵は人と人との出会い、そして大切なひととき、出会いが紡ぐご縁を大切にしているコンセプトです。僕は先ほどご紹介いただきましたように、この館内 BGM の制作にあたっては、それこそ今から10年ほど前、同じく共立リゾートのラビスタ大雪山というホテルがあります。そちらの方で僕が定期的にコンサートをさせていただいていた時代がある。その時にこの湯楽草庵の支配人、小林支配人と出会ったんです。それから時を経て、正樹さん、新しく湯楽草庵というお宿を立ち上げるんです、ぜひ正樹さんに館内の BGM を制作してほしいって直に電話をいただいた。僕はもうその時、うわぁ、なんて人との出会いを大切にされる方なんだなって思って、
動しました。だから今日こうして僕がステージに上がらさせていただいているのは、その一つのご縁から始まって皆さんとのひとときが重なってきているわけです。今どんな風に見えているかな、あなたに一番見せたかったよ。揺るがない幸せ、喜んでくれているならば、守って行けるよ。ずっとずっと、これから何があっても同じよ。
で最後の歌となります。今日この日の実現にあたってたくさんの皆さんからお力添えをいただきました。この湯楽草庵のスタッフの皆さん、そして JTB 全館貸し切りプラン JTB の皆さん、そして滞在中の貴重なお時間をこうしてコンサートに当ててお越しくださった全ての皆さん、心から感謝します。ありがとうございます。最後の歌、次なる約束の代わりといっては少し大げさですが、そっと皆さんの心の片隅に添えていただけたら嬉しいです。小道という歌でお別れです。ありがとうございました。良ければご一緒に、いいこと
僕があるはずさ、あるはずさ、あなたにも、あなたにも、私も、私にも、掛け合いでいきましょう。いいことがいい。今日も番組にお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。11月22日に行われました札幌は定山渓ユラク草庵さんでの高橋正樹コンサートのダイジェスト版をお届けしました。お楽しみいただけたでしょうか。当日は今のその音源の中でもお伝えしていましたが、共立リゾートユラク草庵 JTB各スタッフの皆様が11月22日という日を成功に導くために一丸となってお客様をおもてなしされていた、その思いというものはものすごく強くて、で僕自身も音楽を通じてご宿泊の皆様にお楽しみいただけるよう望みました。温かいお声をたくさんいただいた。拙い僕の歌唱演奏ではありましたけれども、何か一つでも思い出の一つとして音を通じて感じていただけていたら嬉しいです。来年2月9日金曜日も再び、コンサートの機会をいただいています。真冬の定山渓ですから、一面白銀の世界、また暖かくなるような歌そして曲をお届けしますので、宿泊してみたいな、そしてコンサートを聴いてみたいという方は僕の方にご一報ください。さあ今月は12月9日土曜日札幌白石歌謡クラブありがとうさんでのフルステージ、年内としてはラストとなります。そして今年2023年の締めくくり、22日金曜日佐賀県は伊万里市、市内の中学校全校生徒の皆さん300名ちょっといらっしゃるということで、伊万里市民センターホールコンサートを務めさせていただきます。若い世代に向けたメッセージ、僕自身が中学校時代に何もなかった中でギターと音楽との出会いから今この道がスタートして刻まれてきてるわけです。生徒の皆さんが何か勇気を持てたり目標を掲げることができるようにステージ構成もしっかりと練って臨んでいきます。この番組に関するご意見ご感想はたまたリクエストなどなどありましたらどしどしとお寄せください。すべての宛先はメールアドレス全部小文字でまさきアコースティックアットマーク gmail.com までとなっていますのでよろしくお願いします。番組の聞き逃し配信も放送当日午後10時から高橋正樹 YouTube チャンネルの方で公開していますので、こちらもチェックしてみてください。チャプターに分けていますのでこの箇所から聞きたいということも可能です。そして YouTube の詳細の欄からパスマーケットを通じて動画制作への応援のお気持ちもいただけたら嬉しいです。この番組は旭川
エルム駅前歯科クリスタルの提供でお送りしました。また次回無事にお耳にかかりましょう。お相手は高橋正樹でした。また来週、バイバイ。